はい、こんにちは。札幌占い美容師栽培師の後藤です。今日は、今日カラーはしなっていいですよね。はい、はい、カラーしないでカットの方をしていきたいと思うんですけど、モデルさん持ってきてくれた写真が若干段が入ってるスタイルで、ちょっと外国人風の、グラマーなスタイルの写真でした。で、ちなみに見えないね。絶対無理だな。色が飛んじゃってて、ちょっとグラマーな書き上げるスタイルなんですね。ということで、それを作っていきます。まあ、あればちょっとやります。なので、カットします。なので、まあ、この状態でちょっと切ってって、今回ちょっと前髪が今つながりが悪いんで、そことか綺麗にしていこうかなと思います。実際この理想のスタイルよりは前髪は非常に今短いので、そこをうまくカモフラージュできたらいいかと。で、まずやります。あと今回モデルさんの方が前髪がちょっと足りてないんですね。で、前髪が足りてなくて、本来その希望されてるスタイルっていうのは前髪からこう流せるような感じで、ボワッとこうサイドにつながるような流れるスタイルなんですが、前髪今ここですのでちょっと足りない。じゃあこれをダミーにつなげましょうっていうことになります。で、まず前髪の方からつなげていって雰囲気を作った方が分かりやすいと思うんで、はい、今日は R2 セニング、こちらを使います。でですね、じゃあこのままつなげていったらいいんじゃないかという感じで思うかもしれませんが、このままつなげていくとかなりウェイトが上がるんですね。ウェイトっていうのは重さの高さですね。前髪が今ここですから、このままこれの延長線でつなげてしまうとこのぐらいになってしまうんですね。で、ほらモデルさんのスタイルはちょっとこうやぼったい感じでこういう風に来るようなスタイルですから、じゃあこれはどうすればいいかっていうのは、セニングでちょっとごまかしながらですね、ダミーのラインをつなげるっていうことが必要になります。で、ダミーのラインっていうのは、じゃあここに直接つなげるんじゃなくて、これよりもちょっと長い、無理やりこう長いラインでつなげていくっていうようなことですね。ここの点に対して、なんとなくこう長いんじゃないかっていうぐらい、長いなっていうぐらいの種類でつなげていくってことです。で、やり方としてはグッと噛んだ時にここに筋肉が発達されてますので、ここをくるって取っていただきます。こういう感じですね。この個人によってちょっと違うんですけど、これ僕のやり方なので、グッて噛むとここは筋肉がちょっとこう動くんですよね。で、この骨格の大きさに合わせて僕はやっていくんですけども、ここをちょっと取ります。で、個人によってちょっとこの大きさが変わってしまうんですけども、このような感じで、今モデルさんの場合はここが今、筋肉がついてますから、このぐらいの感じです。だいたいブロッキングとしては。で、ここのブロッキングを止めていただいてですね、で、前髪なんですけれども、はい、ここ今カットしていくんですけど、わかりますでしょうか。ここの点と、ここの点からこのままつなげていくとめっちゃ短くなっちゃいますね。じゃあどうするかっていうと、ここの点と、このサイドの一番先っちょの点ですね。ここをつなげていくってことですね。無理やり。はい。で、あまりコームを使ってしまうと、引っ張るとですね、やっぱり跳ねてしまったりとか、引っ張るとイコールコームケープになりやすいですね。結構収まりが良くなかったりとかします。重さを出して切りたいので、コンベックスでこう丸く切っていくような感じにしていきます。ちょっとやってみますね。はい、ここのラインにちょっとこう横にします。ここのラインに合わせて、はい、ここをちょっと分かりづらいですかね、ここからイングラインにギュッとつなげていくような感じです。で、ここから今切るところがね、正直あんまりないんですけど、この状態だと、はい、これをここのラインに合わせて徐々に滑らして、さっきのこの一番最後のところにつなげていくような感じですね。分かりますかね。これをやっていくことによって、前髪とサイドの差がなくなります。そうすると、流した時に前髪横っていうのがちょっと分かりづらくなるんですね。ただ今前髪がやはりちょっと重さが重いですね、若干。で、ここはちょっと普通のセニングで T2 セニングで少しここはつな、取ります。若干これだとちょっと前髪がなじまないので、ちょっと少しだけ取ります。それによって横に流れやすくなりますね。はい、もう一回
ラインをちょっと作っていきましょう。まあ、そのまま小丸でいってもいいんですけど、自信がない方は R2 セニングで少しずつぼかしながらカットしていってください。そのままグッと入れてしまうと、グッと入れるっていうのはグッとこう入れすぎるとここに姫カット見たくなっちゃうので、ここは徐々に逃がしながらですね、極端にこうぐるーっとつなげていくような感じです。はい、こんな感じですね。これでつながりました。はい、これで前髪が無理やりちょっとつながったの、これ分かると思う。まあ、ちょっとモニターがね非常にちっちゃくて分かりづらいですけど、前髪が少しこれで長くなったんですよ。なんでこの切り方をすることによって前髪が長くなります。早く伸ばしたい場合はこういう風に切っていただけるといいですね。でこちらも同様に、この骨格ですね、噛んだ時に出るこの骨じゃないや筋肉に合わせてちょっと取っていただいてですね、でそこに合わせて、はい、この前髪の、ここですね、このガイドに合わせます。でこっちはちょっと難しいんですけど、はい、ちょっと簡単な方でやっていきますね。本来これ内巻きに持っていくんでこういう切り方になっちゃうんですけど、これちょっと難しそうなんですよね。今日毛束がちょっと極端にここが軽いんで、やめてちょっとこうじゃなくてこっちでつなげます。今日は特別にちょっとこの幅がね少ないんで、ちょっとこうするしかないです。でこの辺の前髪の長さは軽さは出てるんで、これで十分だと思います。はい、これで大丈夫そうな感じですね。で前髪もつながってます。ちょっとどこか見えないかな、ちょっとこうやってみます。ちょっと前髪つながったの、はい、わかります。前髪長くなったじゃん、はい、そうこういう風にカットで前髪を長くすることもできるんですね。カットってのは長さを短くするんじゃなくて、長さをちょっと作ることもできます。で今回のスタイルは結構ランダムにレイヤーが入っているスタイルで、結構この形式にとらわれてないレイヤーなんですね。なので、少しサイドチェンジしながら、重さの位置を見ながらカットしていきます。で、サイドチェンジですね、このままシェイプしていただいて、反対側にこうしてこの角を丸く切っていくんですね。ここをショーバルタンでちょっとカットしていきます。はい、ステムを、頭皮に90度に引き出したら、ちょうど真ん中を持ってこの真ん中を反対側に移行させます。で、ここにこういうラインを作って落とします。でこれでレイヤーをバランスを見ながら入れていくような感じなんで、つながりはあえて作らないですね。ちょっとこれは応用編にはなってしまうと思うんですけども、こっちに分かりますか。はい、じゃあこの毛があったら真ん中を持ちます。そして真ん中を持ったら反対にオーバーダイレクションさせて、ここをカットしていきます。いいでしょうか。これでレイヤーが入ります。はい、はい、これでどのぐらいの感じで入れたいのかっていうのをイメージしながらやっていきます。まあ、あまり軽すぎないスタイルでちょっと作ろうと思うんですけど、ポイントはこう引っ張ったのが僕爪地の上を通るぐらいの感じが一番理想なんですね。わかりますか。取ったのが爪地の位置を通るぐらいっていうことは、放射状に取ってるような感じですね。爪地の上をこう通過するような感じでやっていただくとベストです。はい、爪地を通って、反対側で切る。で今度反対側も切っていきますね。はい、反対側は今度上からになります。そしてつむじがここですから、このつむじを通るような感じで切っていくと左右対称に切れます。これも落ちる位置をイメージしながら、はい、つむじがここですね、このつむじの位置を通りながらこの毛先をカットしていきます。で、この辺もですね、今度つむじがここですから、このつむじを通るような感じで毛先をカットしていきます。バッキを切るときなんですけども、ここもつむじの位置を通るようにしてください。そして毛先がここを丸くコンベックスで切ります。髪の
ケっていうのは落ちるとコンケープになりやすいんですね、頭の構造上。なんでコンベックスに切ってちょうどいいぐらいなんですよ。だからコンベックスが非常に大切だっていうことですね。ここで、はい、つむじの位置をイメージしてカットします。ちょっとこれはガイドなしのカットなんで、ちょっと上級者向けのカットにはなってしまうと思うんですけど、まあ、こういうのができるようになると非常にあのカットが早いというか楽しくなりますね。もうちょいなんかつながり欲しいなと思ったんで、このままこっちにオーバーダイレクションさせてここを切るっていう方法もあります。これ無理やりつなげてますけど、伸びるまでは無理やりつなげる感じですね。ここからこれを真ん中持って左右にオーバーダイレクションさせてますね。サイドチェンジしてオーバーダイレクションって、サイドチェンジさせてます。ここから反対側にサイドチェンジですね。ここから反対側にサイドチェンジで、ここから反対側にサイドチェンジして、これによってだいぶまた変わったかなと思いますね。で、大体のレイヤーの位置が、まあ、ちょっと上級編なんでちょっとあれですけど、大体のレイヤーの位置が大体見えてくるんで、そうすると、まあ、レイヤー同士をちょっと仲間に入れてあげるっていう感じですね。独立させてもいいんですけど、ちょっとあの一体化させるって意味で、ちょっとレイヤーをなじませます。切ったらいいんだっけ、そんなに。なんか奇跡ちょろっとみたいな。ああ、そうね、はい、大体そうだよね。今のスタイルってさ、なんか基本さ、下パッて切ってさ、あと巻いてごまかすみたいなスタイルが多いけど、美容師さんあんま切んないんだよね。そうですね、あんまりレイヤーとか見れないしさ、そう、なんかパサつくとかっつって、はい、なんか言われました。それ結局さ、別に美容師どこ行っても一緒じゃねえのって僕思うんですよね、ぶっちゃけ。ないです、僕は結構攻めますけどね。だってどこに行っても同じに着るじゃないですか、はい、ただ2000円のところでカットした方がいいんじゃないのかなって、うん、みんなと同じことしか言わないでしょ大体。はい、いやで、なんか適当にちょっと切ってるふりとかしてさ、こうなんかそういうふりとかはしてるけどほとんど一緒だから、みんななんかおにぎりみたいな頭でこうやってっていう、おにぎりみたいな、おにぎりみたいな感じ。あ、男の人なんですか。え、女の人。女の人、うん、なんかおにぎりみたいな、なんかこうなんかわかんないけど、まあ、巻いちゃえばあれだ、おにぎりにならないけど、はい、なんかあ、面白みがないみたいな、三角形みたいな、なんかこうドーンと、こういうなんか A ラインみたいなやつですね。そう、そうなんですね。おにぎり、おにぎり、いや、なんかおにぎりみたいだなと思って、この間これでちょっと毛先も動かしてみて、でもこれでもね、重さもちゃんと残りつつラインも出てるんで、はい、あの巻いてもすごくかっこいいし、今回されてるカラーももっと生きてくると思うので、ちょっとちょっと見せます。ここがちょっとまだ短いんで、はい、もうちょい馴染んではくると思うんですけど、はい、つながりは全然できてるんで、ちょっとかっこよくないですか。で、下の重さは全然あるんで、僕の中おにぎりって最近全然ですよ。で、下のレングスをちょっと切るんですけど、はい、で今度下のレングスを切るんですけど、まあ、下はここも本当に自然な感じで切る感じで伸ばしていって、自然な状態を見てですね、そこでレングスを決めます。あんまり長さ変えない方が、彼女はちょっとかっこいいんじゃないかなと思うんで、あんまり今日は下の長さは切る気は僕はないんですけど、ちょっと傷んでるんでそこを切りたい、ちょっとだけ。
た、ただのこの前使った染めるやつあるんで。あ、なるほど、はい、OK です。この辺ちょっと動きが上の方だけ欲しいかなと思ったんで、そこだけちょっと入れようかなと思いますね。人差し指で引っ掛けて、ある程度できるようになると人差し指の引っ掛ける量が結構均等になってくるんですね。ちょっとこれ実際に見せてやるとしたらこんな感じです。人差し指でこう引っ掛けると大体同じ量が取れるようになるので、このような感じですかね。でスクラッチを入れていくような感じで、あんまり取らなくてもいいと思うんで、最小限いいね、それ。そうなんですか。パイモア。あ、パイモアで使ってるの、はい、で、ネットで買ってるの。そうです。なんでパイモアでしたの、知り合いに。いや、なんか、調べてて、いいみたいな、なんか、誰か書いてて、うん、いいんだと思って。パイモア使うっていうのが、マニアックっすね。あ、本当ですか。で、最初は、なんかテールグレージュってやつ買って、うんうんうん、何もなんか明るくなりすぎてもう嫌だと思った時に、うん、それでトーンダウンしてて、うん、で次仕事辞めてなんか自由な色にしようと思って、うん、でじゃあ前使ってたやつでいいやと思って、あでピンク買ったんですね。結構持ちますよ。結構持ちます。で私なんか今月もバリに行って、うん、旅行で、あ行ってきたんですか、はいはい、で海に入って、うんまあ、ちょっと、まあ、落ちたんですね色が、うん、でも多分そういうのがなかったらだいぶ持つんじゃないかな、しかもこのなんか色落ちのこの色落ちしてちょっと残ってるみたいな色も、うん、ちょっと楽しいみたいな、よくわかんない色しててなんか珍しい色だねみたいな。パイモアいいんだよね。あ、そうなんですか。いや、いいやつ前使ってました。最近ちょっと使ってないけど、マニアックなのやかい。あ、そうなんだ。そう、普通そう、なんか他の方が使うとか書いてました。なんか業務用みたいな。いや、完全に業務用でた、パイモアさん業務用だよ、それは。ユースさんとか今日の撮影も終わりました。はい、また早任せのチャンネルぜひよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録をしていただいたりとかシェアしていただけるとありがたいです。今日は、珍しくカットと、スパとあと前髪のパーマをちょっとかけさせていただきました。ないんだよな。はい、皆さん応援してね応援よろしくお願いします。これからもハイヤーマカシをよろしくお願いいたします。頑張ってください。海外で、はい、飛び立つらしいので海外で頑張ってください。はい、今日もありがとうございました。では皆さんまた見てくださいね。じゃあね、バイバーイ。